ダークシルバーの R3 死神 GTR。 あいつは死神なんかじゃない。本当は死神に取り憑かれてさまよい歩くただの哀れな男だ。マジで死ぬ気かもしれないぜ。俺は今夜この場所で死んでも悔いはない。何も怖くないんだ。このバトルをお前に捧げる。俺は今夜この場所で死んでも悔いはない。何も怖くないんだ。死神からは逃げられない。あの車、とてつもなく速い。あの重たいボディをまともに食らった。北関東最強とかつて言われたロータリーマイスターが箱根の峠に散る。お前の香織への気持ちはその程度のものだったのか。違う。傷の深さは、悲しみの大きさは、絶望して立ち止まってしまうこととは別なんだ。どんなに苦しくても前に進むことが俺たちの義務だ。あなたこそ間違っている。それはただの現実逃避だ。黙れ了解。お前こそ逃げている。香織の自殺は俺たち二人の責任だ。忘れるな了解。忘れることは絶対に許さん。忘れてなんかいない。逃げてもいない。片時も心から消えることはない。だからこそ進むことが俺の答えだ。こんな風に俺たちがいがみ合うことが彼女の望みだとでも言うんですか。悲しませるだけだ。わからないのか。北条先輩、目を覚ませ。あなたが香織さんのために俺を追い詰めると言うなら、俺は彼女のためにもあなたの目を覚まさせてやる。